これ下に倒すと上昇になって、手離すとまっすぐ進むんだよね。やばい、バランスが悪すぎる。とりあえずゲルドに向かおう。よいしょ。旋回！進めー！これ上昇と前に進むが同時にできるのがすごく便利なんだよな。前に傾ければ加速してまっすぐ進める。その代わり高度は下がるけど。で、手前に引けばプロペラが上を向くので上昇にも使える。で、ニュートラル状態でまっすぐと上昇が同時に発生するっていう。移動に便利なんだよな。これで地底探索してんだけど。もっと早く知ればよかったな。さーて、ゲルドの町に来たけど、これ時間帯が悪いかな。乗り物はこうやって手放すこともできるしな。うわ、跳ねた。あ、いたいた、ラッキー。ボッター、あ、特別なボーイのお兄ちゃん、ねえねえ見てみて、はい、この玉いいでしょ。写真がなくなって外に出てきたらここにあったんだ。ママはへんてこだって言うんだけど可愛いよね。だからティクルの宝物にするんだ。この玉ください。え、ダメだよ、これはティクルが先に見つけたんだから。でもこの玉の良さが分かるなんてさすが特別なボーイだね。そんなに気に入ったなら貸してあげてもいいけど、その代わりティクルと遊ん勝負してお兄ちゃんが勝ったらね。あー、ちょっと待って。あ、相手の誘いにはすぐに乗らない。これ恋愛教室で習ったやつだ。ちょっとあの玉先に届けてくるわ。おお、いるぞいるぞいるぞ。パパいるぞ。パパパパ背中にいるんだけど、これあれか、気球見に行ってんのかな。パパいるぞパパいるぞ。おい、パパいるぞ。無視だ。まあいっか、成長だ。あ、これ入るか。あ、入った入った入った。よいしょ。なんか日記に書いてあんだよな。あー、先に玉にしよっか。日記にさ、日記の最後のページに最後は泣かないことって書いてあって、なんとなく旅立つ時頑張ってたんだな。え、ああ、そうそうそう、これか。これ毎回あるんだもんな。ここに運んでくれば消えないとは思うんだけど。置いといていいかな。じゃあ、ちょっとハートを先に増やそうか、4つ。これも目的だったしな。OK、4つ増えた。さて、じゃあ、弾というか勝負、何するんだろう。他の弾は見当がつかないんだよな、どこにあるか。えいほえいほ、何すんの。あ、もう一回その話すんの。じゃあ勝負しよう。何の勝負。ティクルと勝負。でもここじゃ勝負できないから地下街に行こっか。もうさっき言ったんだけど、何の勝負すんだ。到着。制限時間内に砂ざらしのぬいぐるみを見つけられたらお兄ちゃんの勝ちだよ。それじゃ隠すから。地下街か。足が濡れちゃった。まあいっか、これヒントか。いい隠し場所見つけちゃった。頑張って砂ざらしのぬいぐるみ探してね。それじゃ行くよ。よーい。あー、うーわー、まあ見えてる範囲にはなさそうだけど。足が濡れたって言ってたから水回り臭いよな。これで見えないかな。あった。なんとなく来たら見つけちゃった。ありゃ見つかっちゃったか。おめでとう、お兄ちゃんの勝ちだよ。それじゃあ地下街の入り口に集合。すっと見つけてしまったな。なんかいる。なんかいるんだけど。見つけちゃうなんてすごい。約束通りあの玉貸してあげる。自由に遊んでいいからね。お兄ちゃんとの勝負すっごく楽しかったよ。ワーシャ先生が言ってたんだけど、
一緒にいて楽しいボーイをボーイフレンドにするといいんだって。ティクルにとってお兄ちゃんがそうなのかも。これからもティクルと遊ぼうね。まあ文字通りフレンドにしかなれんけどな。気づかれないように何してんの。バーバがお兄ちゃんとならお話ししていいって言ってくれたんです。あ、そうなんだ、よかったね。だからもう顔隠さなくてもいいんです。でも恋愛教室のワーシャ先生はまだダメだって言ってたから、このことは内緒ですよ。あれか、この砂人のイベントクリアしたから年寄りたちにも認められて、年寄りなのか、あ、バーバって言ってたから年寄りか、年寄りたちに認められて話してもいいよって話になってんだ。よいしょ、回収。歩いて運ぶより持って運んだ方が早いか、これで。気づかれないように。ああ、なんか子供たち来てるなと思ったけど、恋愛教室のタイミングだもんね。ダメだ、やっぱり心じゃ聞こえないか。マキアも恋愛教室の授業聞きたいのにな。でもこれ以上入ったらワーシャ先生に見つかっちゃうし。この前奥にある人形に紛れて待ってた時は服が違うからすぐバレちゃったし、見つからずに教室に入る方法はないかな。どうしたらいいんだろう。服が違うからバレちゃった。俺入っていいのこれ。あ、なんか話始まったんだけど。それでは素敵バーイになるための授業を始めましょう。まずはいいボーイを見極める方法から学んでいきましょうね。ではボーイの生態を知るところから始めましょう。ボーイはすぐに誘ってくる生き物です。ですが誘いをすぐ受ける場合よりじらす場合の方を好む傾向が。あ、そうだ、露天院お姉ちゃんから調査のお誘い受けてたんだった。何、模様が刻まれた玉を探すんだっけ。ああ、ちょうどいい話だ。お姉ちゃんが考古学者だと妹も大変だよね。もしかしてそれ私の宝物の玉のことかも。お店の横の砂山から見つかったんだよね。でもその玉が探してる玉かどうかわかんないし、とりあえず黙っとこう。喋ってもいいんじゃないの。露天お姉ちゃんのお誘いはいつも面倒ごとばっかなんだよね。あ、こういう時こそじらしのテクニックなんじゃない。バーイからのお誘いはじらさなくていいのよ。やっぱり子供たちに恋の ABC を教えるのはまだ早いのかしら。あー、急にこっち来たな、視点が。あら、そこのボーイ、この時間は成人前の子たちの授業よ。ゲルダの街では成人前の場合はボーイと話しちゃいけない決まりなの。前に一つでも間違いがあっては困ります。あなたの日数は認められない。兵士さん呼ばれて牢屋に放り込まれたくなんてないでしょ。一度放り込まれたけど夜の授業なら関係するわよ。夜は成人した場合だけが。あー、なるほど。はー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 、そうか、この授業中にあそこに立てってことか。服装ってなんだ、パンツ一丁になるってことか。いや、違うな。この服着てればいいのか。なんかそんな感じじゃない。よいしょ。ダメかな、これ。先生、ボーイ、あなた、また来ちゃったの。あー、やばいかも。でもあそこに立つのが正解じゃない。こっそり行って、ちょっと待って、装備外した方がいいのかな。えのき田がいたからダメかもしれない。でも格好としてはこれだよね。あー、ダメか。いやいやいや、もう好きなうちなんて言葉があるけど。あー、まあね。バイが嫌とかダメとか言ったら本気で否定してるの分かる？分かった。くそ、牢屋に入れられた。ぶち込まれちまった。これなんだ？どういうイベントだ？わびすけ、お前も出れないのか？牢屋の中にも外にも自由に行き来できて、いや、捕まってんだけどな、入ってるときは。まあ、見つけたけど。見つけたよ。ああ、見つけた話すんのか。シークレットクラブ、はあ、なんだ、服屋の名前か。びっくりした。まあ、
怪しい店にも聞こえるわな。でも元気そうだったならよかったです。僕がいない分アクレットのために頑張ってくれてるんだと思います。よし、僕もアクレット見守るぞ。牢屋の中からですけどね。いや、もう外出ていいんじゃねえのお前。出れる、脱出。よいしょと。いいんだ。ダメだろ、ダメだろ普通に。いいんだ、騒がれないんだこれで。ボーイが逃げたぞにはなんないのこれ。今のイベント何なんだ。でもこいつ、マキュアが言うには、あ、みんながいない間にか。なるほどなるほど。え、結構な時間待たないといけないってこと。ダリおい、玉っぽい。あー、向こう行った。新しい玉は後ろに行ったけどね。玉と交換で玉もらってんだよな。とりあえず、あ、違う違う違う、今ある分置いちゃうか。これなんだ、水の玉、水の玉、これだ。水なのか、真ん中にくぼみがあるから火かもしれないな。これは輪っか、これかな。あと何個、1個。あ、もうそんなに、あ、3つあんのか。さーて、じゃあ忍び込むのやってみたいけどな。忍び込みたいけど火がないな。ちょ、やるか。ちょっと待って、ここでやった方がいいか。時間帯が昼かな。火炎瓶、これでいない間にスキップできれば。いや、いるな、もういるな。長いこと待つのは嫌なんだけど、もったいないけど、これ使って火炎で起こそう。朝にして待機して、お、今いけるな。待っとくか。これいいの、リンク格好取らないけど。いつ来んだろこれ。授業何時から。お、一人目が来たぞ。長いこと待って、いや、これで一人目まだ。遅れちゃうって来てまだ一人目なんだけど。授業何時からよこれ。早くね。二人目来たな。二人目来たけど、ゆっくり来たな。気づかれないようにって言ってるけど、本来もう授業始まってる時間に来てるってこと？そういうわけじゃないのか。あ、3人来たね。いや、4人目がそこにいるんだけど。あ、始まった。あ、おー、なんか、でもこれ、さっきのと一緒なのか？その先が見れんのかな。だったらわざわざ俺何してんだって。あ、そういや、カラカラバザルに、あ、玉の話だ。玉みたいなもの大事そうに抱えてたって、旅人さんが喋ってるのを聞いたことあるけど、それかな。露天お姉ちゃんのえ、誘いは、まあそれは玉の話が聞けんのかこれ。わあ、それだけっぽい。無駄な時間を過ごしたかもしれない。こうマップのどこだ。あ、この辺。砂ざらしの。オッケー、来た。数字を教えてもらおう。
数字、あ、そう、さっきね、さっきサンドブーツ履いてたから、多分より気づかれたんだろうな。格好違ったんだもんな。ネッサの膝当て、すね当てか、してると思ってたから、大丈夫かと思ったんだけど、水飲みだったよね。うい。数字を教えてくれるんだけど、メモした方がいいよな。ああ。マイナス3781のマイナス2900で47ザラシとパトリシアちゃん様はおっしゃっています。もう一個あげたら別のこと言うかな。毎回、あ、違う、食べるじゃねえ。毎回同じ数字を言うのか別の数字を言うのか、三つ聞き出せるなら聞きたいんだけど、一緒だ。ダメだこりゃ。一個ずつ解決しなきゃダメなのか。じゃあまあ行ってみるか。どっちだ？え、意外と近くね。3700だから向こうの方だな。で2900で。高さ的にはまあ地面と同じ高さか。数字が減るのはどっちだ？こっちか。あ、あれか？ 2900 で81。あ、これだ、これだ。あったな、玉。オッケー。さっきのあの揉めてる話も玉関係あんのかな。これ何のマーク？三角マーク。これかな？ OK。直接行けば行けるな。こっちだ。パーティー。次教えてー。あ、違う。はい、見えてるこれ。あ、よかった。次は、おー、マイナス3911、マイナス2929で37。まあ、なんとなくあのすんざらしの場所がそうかな。あ、待って、違うな。こっち数字減るな。数字足さなきゃいけねえからこっちか。3900だから。こっちだ。こっちの、2900。あれ、詰め所かなんかあった？11だから、ここ、ここだ。で、あとは29。ここの地下だな。じゃあ地下行ってみるか。さっき打ったピン消えてんだけど。まあでもこのベッドの辺だな。ここはなんだっけ、マッサージ、うん、なんだ、何してんのこれ。ボーイの人も秘密の地図見たいの。これはカータンが働いているお店の場所なんだよ。ああ、まあまあ、砂ざらし。あ、アクレット、あれか。ああ、なるほど。シークレットクラブの場所か。やべ、行った。
アクちゃんのママが描いた砂ざらしさん可愛いなった。ウィットたちが寝ているとこの近くにいる砂ざらしさんにそっくりなのだ。あ、寝ているとこの近くにいる砂ざらしさんにそっくり。ん？それなんかヒント？まあでもこれ多分シークレットクラブに行くってだけだろ。そういや武器装備してなかったの。おーい、ウィッター。パパだよー。ダメか。この上になんか怪しい。高さが37だから。あったー。なんか宝石ある。もうない。よし、いただいてこう。じゃあこれ届けて最後の1個聞きに行こうか。さ、じゃあ最後の1個教えてくれ。ああ、3800マイナス3800マイナス2969で58。ちょっと高いところだな。うん、3800。こっから右の方か。数字を減らす必要があるから。ここ登れねえのかよ。ん？これ街の外？いや、あ、ギリギリ外っぽい。3800マイナスがここで、こっちに2969。もうちょっと行ったとこだな。69。あれ、3800から外れてるな。うん、なんかいるな。うん、何してんだこいつ。あ、こいつ、ボテンサ。し、静かに。ザイダル、兵士さんに見つかっちゃうだろ。それにこの下から声が聞こえてくるんだ。シリクレットがどうとかって言ってる。写真が出てきた時からずっと聞こえてたから魔物にやられた乙女たちの怨念だろうな。こいつあれだ。前作でこのブーツくれた人だ。水虫ブーツ。俺が勝手に水虫って言ってるだけだけど。あれ？どこだ？ 38。38はここで合ってんの？違う。これは軸が違うのか。あ？違う。こっちだな。砂ざらし、ここか？なんか揉めてんだよな。とりあえずこの話聞くか。大きな像が向かい合ってる場所なんだけど、砂漠巡りとかするお客さんからそんな場所の話聞いたことない？砂漠に像や遺跡はたくさんあるし、天変地異で景色も変わったしね。それだけの情報じゃ場所の特定は難しいかな。せめて地図はないの？印をつけてもらった地図は風で飛ばされちゃって、砂漠の東の方だったことと大きな像が向かい合ってる遺跡ってことは確かなんだけど、東の方って言っても砂漠は広い しね。あ、お客さんかな。悪いけど仕事に戻らなきゃ。そのたしならいつでも貸すからさ、場所が分かったらまたおいでよ。え、東の遺跡ってこれのこと？東ゲルド遺跡、向かい合ってるって多分これだろ。行ったことあるぞ。弾ちょっと高い位置なんだよね。ってことはあの像のあたりか。あれ？でもなんか、縦と横が俺がいまいち把握できてねえな。こっち行くと何が変だ？どっちも数字が動いちゃうんだけど、この上下で。微妙に上下できてねえのか。下かこっちか。
こっちに動くとあれが増えんのか。じゃあちょっと南か。ん？あ、あそこか。え、待って、69っしょ。寒い。この辺なんだけど。で、高さがいるんだよな。こっちに移動すると。なんかこの辺じゃない？あ、これだ！見つけた。例のごとく葉っぱかなんかがいるか？行き過ぎた、今あったのに。これだな。見えてたのに見えなかったのか。ん？ここ？あ、岩陰に隠れてんのか。じゃあちょっとわかんなかっても、そうかもね。じゃあ最後の一個持っていこう。ういしょっと。あと誰か遺跡に運べって言ってたからあれもやりてえな、ついでに。あ、ちょうどなんか大人の授業の方始まるっぽいな。よいしょ。あ、それ机じゃなくて椅子になるんだ、夜は。これ何？話しかけていいの？じゃあちょっと参加しようかな。はい。皆さん注目。今日はボーイと一緒に実践レッスンを実践レッスン。このボーイと楽しくお話ししてみましょう。それじゃあ。ネリッシュちゃん、あなたならできるわ。頑張って。先生。無理です。ボーイの顔を直視できません。大丈夫よ。落ち着いて。今回はここまでにしましょう。で、まずはその恐怖心をどうにかしないといけないわね。一度でもボーイと向き合ってしっかりお話できれば、慣れるものも早いと思うんだけど。え、終わり？ごめんなさい、驚かせちゃったかしら。でも彼女にとってボーイは絵や人形でしか見たことない存在なの。顔が隠れていたらまだいいかもしれないけど、目を見て話すってのは、なるほどね。なんか、そんなの前にもやらなかったっけ？似たようなこと。顔が隠れるってこれか？まあ、もっと言えばこれなんだけど。ん？どう？はーい。さあ、やってみよう。ああ、やっぱそうだ。これならお話できそうです。私、ネリッシュと言います。得意な料理はイチゴクレープです。いつかボーイに私のクレープを食べてもらうのが夢です。はい、そこまで。これ、俺の意味ある？人形と変わらんぞ。すごいわ、ネリッシュちゃん。料理、特にスイーツを作れる場合にボーイは弱い。これからも料理の腕をしっかり磨いてってね。あなたもサクサク。恥ずかしがり屋のネリッシュちゃんの不安を和らげるために、顔を隠して歩み寄る優しさ、とても素敵だったわ。ああ、他になんかある？次。はい。あ、次行くんだ。プレスタ。普通に噛んでプレステになっちゃったよ。次はなんだ？何？え？ん？プレスタちゃん？くっ！何？ダメだ。ケーキ漬けにバーのあれでも飲まないと無理だ。大丈夫？無理は良くないから終わりにしましょう。ああ。頑張ると無理するは別物だから。バーのあれ？ボーイミーツ。か。今持ってねえな。録画外で食っちまったな。ちょ、持ってきてやるか。最後の弾をやれるんだけど、なんか、
乗りかかった船がいっぱい発生しちゃってるからな。わあ、ほう、はあ、はあ、おお。何？今なんか。え、ウィッタから。ウィッタがサークサークだってさ、あんたが来たら伝えてほしいって言われたんだ。ウィッタの顔は笑顔で溢れてたよ。タック色ボーイだね。ウィッタからだよ、あの子はいい場合になるよ。サークサークの気持ちがこもった一杯。で、ボーイミーツもらった。ウィッタからなんかおごられたというか、そんな感じだったな。いやー、そういう気遣いができるウィッタ素敵だな。あの年齢で、そういう気遣いできるんだ。まあ、あのばあさんが言う風に、いい場合になるかもね。ん？おいよ。はーい。持ってきたけど、これを、あげる形になるのかな？ウィッタからの流すんだけど。ん？ん？どうだこれ。正解か？バーのあれってのは多分合ってると思うんだけど。よかったら、ウィッタからのなんだけど。バーイミーツボーイじゃない。逆だったな。俺ボーイミーツって言ってたな。もしあなたバー好きなの？飲み物が美味しいのはもちろんだけど、いろんな人と楽しく、まあ、ウィッタからの贈り物を、そのままあげるのってやっちゃダメだけどね。自分で処理しなきゃいけないものだから、それ。処理っていう言い方もあれだけど。自分で使って初めていいっていう、なんだろうな。その相手の気持ちを汲むってことだから。本当はやっちゃダメなんだけど、めんどくせえからこれやってるだけだから。欲しいものは手に入るものなの。プレスタちゃん、あなたもしかしたら天性のボーイハンターかもしれないわね。褒めて伸ばすスタイルなのかな、この教室。じゃあ次は最後の3人目。はーい。椅子4つ、椅子っていうか、席は4つあるのに3人しかいねえんだな。次はわーし、デルタン。経験豊富って言ってるけど、大丈夫か？全員なんか、そんなことなかったけど。私みたいな運にも縁にも見放された場合、練習なんかしても無駄よ。なんかあったの？あなたも私みたいなのに当たっちゃって災難だったわね。私は幸せになれない運命なのよ。近寄ったら不幸が映るわよ。デルタンちゃん、またそんな卑屈になって。それにため息の数だけ幸せが逃げるって言ったでしょ？そんなこと言ったって。なんだ？自信を持たないとね。お？前の声の傷を引きずって自信を失ってるの。勇気づく、そういえば、ご縁をつなぐ飾り物が欲しいって言った。ん？東の方にあるハテール地方の村にしか売ってない。ああ、ええー、輪っか飾り持ってこいってことか。うわあ、めんどくさ。でも輪っか飾りって今買えるんだっけな。俺一回買って捨てちゃったんだけど。とりあえずこれ終わらせて、輪っか飾り持ってきて、ね、乗りかかった船なんだよな。行くか。弾が7つ揃った。英雄座も7体と考えると、その弾を英雄座に戻せば何か起こるはず。OK。輪っか飾りね。あれ？玉が1個ねえ。おい、おい、あれ、玉、あれ、なんで、玉がねえ。おい、玉がねえんだけど。ああ。え、俺置いたよな、あの玉。ああ。え、なんでここの玉なくなってんの？おい。どこ行った？俺の玉。あれ？なんてなくなってんの？なんでなくなったんだ？なんでだよ。さっきなかった？
え、話しかけるときにあったと思うんだけど。ちょっと待って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 。こういう亡くなったのも、パトリシア探せるかな？あれ、どこにあった弾だ？火のマークってどこだっけ？ちょっとパトリシア、頼む。頼む、教えてくれ。頼む。見向きもしなくなったか。あ、いける、いけるか。行くか、行くか。なんでだ？なんでなくなったんだ？俺ちゃんと置いたよな。ああ。23。低いな、意外と。え、これさっきの場所か？ 3226-2518-0023。マイナス3226。マイナス2518。え、ここなんだけど、ほぼ。なんだ？合ってるよな？俺間違えてないよな。なんでこんなとこを刺してんだ？なんかセーブロードしたら復活しないかな？え、なんでだ？わけわかんねえ。なんで消えたんだ？運んだよな、俺。あ、復活してる！復活してる！なんでだ？弾が消えたと思ったら復活してる！普通に今ワープして飛んできて帰ってきただけなんだけど。え、いやいや、もうやったよね。それが最後の一つよね。すごいじゃない、これで全ての。なんだこれ、ちょっとおかしくなってんな。バグったのかな？ねえ、なんかちょっと揺れてる気しない？きゃ、床が浮いてるわ。危ないから、頭こっちへ。バグってたくせえなー。なんでだよ。え？こんなところに隠し部屋が？早速中に。ごめんなさい、あまりにも興奮して礼儀を書くところだったわ。この隠し通路が発見できたのはあなたのおかげだものね。お先にどうぞ。なんでお前消えてたんだ、さっき。クソが。